幼児向けイラストを描いてみたノーカット版。今回描くのは歯磨きについて。歯ブラシが歯茎に当たるのが痛いのか、歯磨きを嫌がり仕上げ磨きに毎日苦労しています。どこのご家庭も工夫してるのかなと思いながら、私はぼちぼち得意なイラストを使って歯磨きの大切さを伝えられたらいいなと思い、この動画を撮っています。ちなみにですが、ほぼイラスト屋さんの画像をお借りしてるので、趣味の延長かなと自分では思ってます。歯磨きの大切さを伝えるにあたって、今回気をつけたのは身近なもので表現すること。特に虫歯菌って目に見えないものだから、子供には虫と表現しました。反応はそれなりに良かったです。菌というものがちゃんとわかるようになったら、また絵を変えて教えたいなと思います。特にうちの子は言葉が少し遅い子なので、絵で伝えることは多いです。もちろん声かけもしますが、理解することを優先して教えるのが私の教育方針です。だからか自然と子供の絵を描くのは好きになったようで、ホワイトボードにいろいろ描いてくれます。好きなキャラクターやおもちゃなど、文字も絵として時折認識しているようなので驚きます。だいたいこのプリントを仕上げるのに30分かかりました。なので5倍速くらいで今動画は流れています。ある程度の構図は頭に入ってますが、イメージと違ったりするとどんどん凝っていってしまいますね。あとはごゆっくり見ていってください。
は虫の色で悩みました。笑い、決してチンアナゴではありません。あくまで架空の虫です。こちらのイラストは無料でダウンロードできるように概要欄にリンクを貼るつもりです。興味のある方はぜひご利用ください。さて、そろそろ完成です。ご視聴ありがとうございました。